道路は、エチオピアの南東部、ソマリア国境から 30km の位置にある町。ソマリ州のリーベンゾーン、道路を独に属する。道路は、北西から来るガナレドリア川と、西から来るダワー川とが合流し、長、ジュバ川と変わるあたりにある。2015年の人口は33,300人。住民の98%が、ソマリ族である。道路を独最大の町である。 住民で最も多いのがソマリ族、ハウィエ氏族の氏族ディゴディアである。道路はエチオピアの南端、ソマリア国境付近にあり、国境を越えた先のソマリアの地名も道路、道路圏と名付けられている。道路は古くからバルデラからルーク、ギニルへと通じる交易路の中継地の一つであった。1896年から1897年にかけて、 エチオピアの貴族ハブタギオルギスが、オロモ人の一派である、ボラナ人を攻めたとき、道路まで攻め込んでここに駐屯地を作っている。1935年10月3日から始まった第二次、エチオピア戦争に関して、イタリアの元帥、ロドルフォ・グラツヤーには、翌10月4日に、イタリア領ソマリランドから、エチオピア国境を越え、間もなく道路を占拠している。 グラッツェアーニは1936年1月10日からエチオピアへの本格的な攻撃を開始している。第二次エチオピア戦争の結果、エチオピア全土がイタリアの領土となっている。1939年から始まった第二次世界大戦に関してアフリカ西海岸のイギリス植民地からガーナ連隊がこの地に派遣され、1941年3月に道路において イタリアの第20旅団3000名を大きな抵抗もなく降伏させている。第二次世界大戦の結果、エチオピアは再び独立している。ソマリアが独立して数年経った1964年の2月から4月にかけてエチオピアとソマリアの間で戦争が起こり、その後の講和で道路はエチオピア領となっている。1972年12月、 テネコ石油が道路で1日に1立方メートルを算する天然ガス電を発見している。1994年2月に国際連合開発計画は道路を訪問し、小学校こそ存在するものの、教材や教師の給与不足が原因で事実上機能していないと報告している。ありがとうございます。